ルブレイザーを使って深めまで取った。さあこれはシーマサミ、かなり深く取ったシーマサミ、リコンが入った、だから寄ってくる、ネスも入っていく、ここは引いた、引きますか、3人移っても引きました。人数状況ではイーブンですが、ネスラストシュート、このキルは大きい、これでまた C に展開してもいい、これで3対2、ラズはその人数差を埋めるような動きをしていますが、満身待っています、抑えている、ラストは出てくるだろう、レータ今日絶好調、レータはゴースト、あ、これはヘブンでのマッチだ、メデューサファイトエントリーです。素晴らしいエントリーですね。しっかりとアビリティを合わせて安全を確保しますね。元ファブゲーミングのフィスカーミンティの2人のツーマンセルで C 確保、その間にネスは倒されました。スモークがない状況でのクレイジーラクーン、取り返しのゼータディビジョン、ゆっくりと5人で迫っていきます。ガレージを取っていくメデューサ、人数が厳しいからこそ取りに行きます。いやー無理せず下がりましたよ、下がりましたよ、今度はディフェンダーサイドにミンティ、元デュエリストミンティ、2人目、しかし取り返し成功、ゼータディビジョンがここに見えた、あただレータはキープ、おっ、おっ、かけじ A メインから3人倒しましたね、4人目は4人目、エースなるか、エースなるか、グランドファイナル、竹島行く、最後はワンタップ、エースだ、なんファーストキルはでかい、レータマンチキンを潰しました、いますからね、ロックダウンもありますけれども、いかがでしょう、ロックダウンは切らないですね、ここまで入るということは切りませんね。さあ間もなくコズミックディバイドは切れます。待っているネス、横にした竹ジェイを潰した、ネスはそれでも勝負しに行く、個人技王、いや巻き場のカバーが入った、ミンキー巻き場のカバーが入り、最後はメデューサとラズ対クロー、どうだ、ワンオンワンになったんですが、クローが潰せが大いにありますね、ショートのエントリー現在4対2、メデューサが速攻を潰しました。さあそしてロングへのドローン見えました、ラズはバレながらも何か立ち回ります、しかもロックダウンが入ったらね、これ下がらないといけないですね、ラズはドローンありますか、ドローン残して倒されました、これはかなり厳しくなってきました、よ勝負する、巻き場とクローで2キル取り返して3対2、カバー徹底してますね、スパイクを設置、スターはまだあります、しかも巻き場が今一瞬釣りましたよね、吸い隠すよ、スター設置、そして吸い込み、ネビュラも使いました、フラッシュは避けられません、しかもガイディングライトの合わせ決めてますからね、こういったプレーです、フからフィスカーが入っていく、ここはクローが耐えました、スターを放ちながらハンターブフューリーでクローを仕留めました、素晴らしいプレーです。その間にミンティが巻き場を潰してからの2オン4、おお落ちちゃった、さあどうだ、キル2オン2、タケジェーラズの取り返し、裏からラズ B、C バックの情報が取れてないですね、ただリコンショックダーツドローンは残したままラズ、ミンティが倒された、あとはラズなら裏だろうとミンティは警戒しています、この打ち合いミンティ帰っていく、立ち回りを変える、いい立ち回りですね、パレット置いた、ミンティ確実に潰す、 B へのプレッシャー、シーカーを放っていくマチキン、ファーストキルはクローです、思い切って前に出ましたね、欲しかったワンピック、さあこれによってローリングサンダー上がりました、そのローリングサンダー警戒でメデューサー前に出ていきますが、竹ジェイに落とされます、さあ A リンク3、そこからの潰し合い、このラウンドはローリングサンダーいらずで取れそうですね、そうですね、前にいる、バウンド、ジャッジ3回受け止めました、シールドを2枚貼っていたんでしょうかちょっとずれてしまったんでしょうか、このピークは巻き場のオーディン、オーディン一つ、このラウンドはローリングサンダーは切るのか、確実に取るなら切るべきです、そうですね、あー切る準備はしてますか、ちょ見た、いや見てるだけ、アルティメットは切りません、したネス、おお、これは4対2の状況で残ったのは巻き場でした、ヒーラークですよね、これミンティそのまま B リンク入る可能性もありましたけれども、いやあえて入りません、気づいてますよ、これ B 開けました、むしろ開けました、
そして寄っていく映画はしかし中では黒を避けてあと30秒2人でよく抑えました。それどころか楽に、そうですね、ロックダウンに一切引っかかってません。全員ディフェンダーサイド行きましたからね今。残り1安全に下がりました、ね、が止めるクラッチが取れるポジションではあります。ワンフォー1人見えました。1人目さあどうだ。さすがにここは巻き場のこれは勝負ワン勝負そして見てなよこれは勝負の時だ。レータいやこれは出るぞレータ出るぞ横からはラズいやレータ我慢しました。しかもこれ以上は無理する必要がありません。2を生かしきりたいというのがまずありますからね。ここは竹ジェメデューサを落として8本目が見えてきました。ゼータディビジョン5対2アビリティもほとんど残ってないですからね。ただネスミンティという強力な2人が残っています。もう高めの位置を取って連続キルでなんとかするしかない。ここは巻き場の吸い込みが注目です。いやーうまいアビリティなので吸い込みに何もできない。ミンティ入るか。ここはクローのカバーが入りました。これでだね。オープン設置はできましたが後ろを見る巻き場。ここはフィスカーが見えました。さらに人数をかけてフラッシュ入れるショックダーツの構え。フラッシュの開始素晴らしい。クローのフラッシュ返した。アフターショックまで入れていく。これがクローの後ろからのサポート。正面ではレータが続けた。いやー1人で抑え切った。残り1名ガレージとディフェンダーサイド1人で抑えたぞレータ。ここは B 勝負。ピッチャー前に出るワンピック逃げれない。2ピック目はクローが出ますけれどもメデューサのカバーが入りました。さあ今度はレータ前に出ていく走り打ち。いや十分削ってるぞ。勝負メデューサが前に行く。いやここもネスのカバーが入りました。カバー勝負は最後巻き場が倒されて10対5、ね、ああ頭当てましたよ。もう一発打ってからブリンク避けというのを意識してたんでしょうね。しかしですが入れないと予測しこのまま C 展開。もちろん C ロングは1です。この動きは読めてます。ガレージ3アフターショックをガレージの窓に入れていきます。中には2構えていく。うわい隠した待っているミッチ2人目11個か。設置はどうだ。設置を止めに行った。止めに行ってるか。設置後すぐに入っていった。メデューサのカバーだ。1オン3残るのは巻き場。そうか巻き場救えるか。ここはメデューサのカバーが入りました。ハンターズフューリーがアップするラウンドです。あそうですね、アソキラ竹ジェのシェリフエコラウンドです。詰めてスタンが入るか。ミスカ詰めていく。しかしゼータディビジョンのシェリフも怖いぞ。ショックダートも飛んできた。さあここは11効果移せるかです。これドローンで移ったらローリングサンダーもありえますからね。入っていった入った、それは飛んでる、うん、さあこのままレイタ大活躍で11本目獲得できるか。何度も今日レイタはこういったラウンド救ってますからね。そうではありますが、ここはメデューサ、いいタイミングで出た。さらにはドローン、フラッシュも入ってくる。ガレージにいるのが分かりました。正面には誰もいないのはドローンで確認。こうなるとリコンボルトが帰ってきます。マンチキンの位置がバレました。トレイルブレイザー、あうまい当たってる。しっかり抜いていきます。そしてショックダーツは入っている。あもう A 開けましたね。ラズのプレー。さあここは唱えてるネスが見えましたよ。頭一個ジャンプしたところをラズが抜いていく。おお、ここはマンチキンギリギリで勝ちました。後続はいないという判断。これどうですかね、ゼータディビジョン削る動きですかね。時間もありません。キープなのか。あローリングサンダー入ってくる。当たってない。飛ぶギリギリでも避けた。体が細かったネス。ここでの勝負はどうだ。ここでの勝負か。ネス1人目時間を稼ぐ。味方のカバーもやってきた。時間稼ぎはどれだけ。ここは竹で近くまで取った。バックサイドまで取れましたが、この裏目3キル目はラズがカバー。それをフィスカーが保護した。そして最後はフィスカー、ミンティーのカバー奪われましたね。リコンボルト、おそこでドローンの返し。ここは竹ジェがワンキル取って大手に来ますよね。続ける武器を持った竹ジェ、さらにはデバウアーで150。いやリテイクのロックダウンを吐きたいですが、ここでラークが来てるんですよね。レータはこの位置、パレットの音がしているので見えていたか。ミンティそこに対応しました。これで3対3。武器を持ったクロー、タケジェ、ラズがいます。切りますよね、ロックダウン。問題はタケジェのこのデバウアーのパンプアップがどこまで時間耐えられるか。
さえただけで4キル目、クローがカバーに入って、これでチームで4キル目。ラストはオペレーターのマッチン、1人は潰した、2人目はどうだ、時間を稼ぐクロー、そしてカバーに入ってます。エコラウンド出ましたね。思い切ったダブルピーク、レータのオペレーターが構えています。ただまたここ対フィスカ、先に出たラズです。これは決着ついたか。4対2、ミンティは前に出る。勝負するしかありませんからね。ミンティフラッシュ2つ切ったのは分かりました。アフターショックを打ってきたタイミング入りましたよ。見えてないかもしれない。置いてる、これがレータです。これは決まったか。最後はマッチン、ワンフォー、絶好調のゼータ、レータオペレーター。取り返しのマッチン、置いてるのはレータだ。ジャンプピークの巻き場、もう時間稼ぎすればいいだけですからね。フラッシュクラシックで入っていきます。でもやはりこう強力な武器を持っているタケジェイをフロントに立たせることで、このフィスカーに勝ったのが決定的でしたが、右側がゼータディビジョン、ポイズンクラウド、壁を消すわ、入っていく手前にいる。クラッシュオブジーに行きます。まずはラズが落とされた、深く入っていく。ミンティステージでも関係ありません。上からレータがマンチキンを落として、 いいバリアオブ。さあ取り返し3対4、しかもミンティのポジションがいいですね。おお、しかも抜いた。ミンティはこのワイヤー車、ワイヤー使い。ミンティ上からレータ、しかしそのカバーに入りましたね。 S バスの位置はバレてます。ラストはバス、ここはフィスカーが落として、ファーストラウンドはクレイジーラック。ここはトレイルブレイザーで2人見えました。先に勝負していくのはマンチン、カバー。これで壁役のタケジェイが落とされました。しかも武器がというのは誠実界の岸さんとしてはどうです。いや、やっぱり壁を立ててからね倒されたいっていうのはあるでしょうけど、ここバウバウ、さすがのジャッジでした。バウでバウです。そしてミンティ、ヘブンでのエントリー、そしてディフェンダーサイドに壁を立てながら、レータの立ち位置が怖い。パラノイアまでは切りません。レータの位置を予測できているので、パラノイアで狩りに行くか。手前にいる、何回バウが吠えるか。1回バウバウ、いやこの強い、逃げれた。これ勝負したくない。バウバウ、残り1人ブリガー、いや十分な削りですね。時間稼ぎ、そして体力15、そしてサイド取ったクロー、上に攻めているようなプレッシャーをかけておきながら B も取れる。ファーストキルはレータ。こういう今度はタケジェも B のラフターウェイ、スローブ入れてレータのピーク、中に入っていく。あと30秒、フィスカが一度エントリーにはなりました。3対4、この勝負ではタケジェスパイクドロップ、キリアダウン、上からマンチ、ここもタケジェが抑えました。そしてここもタケジェ、素晴らしいカバーです。山にはかなわない。あ、来ましたねシーカー。そしてローリングサンダー切りました。シーカーの飛び先はそのまま A サイト中エルボーへ、そしていや、ベンドへ入ってきた。ただレーターが時間稼いで、なんとオーブン前しっかりキープすることに成功。そして中ではタケジェ、タケジェパーフェクトラウンド4だ。バレた、ミンティがバレました。ただ警戒してる、狙いに行く。フラッシュ、これは警戒してた。ミンティ1人目、あっタケジェ中央でキャリアダウン、バースはおとりです。バースに目が行ってしまったか。スカイを倒した、パラノイアまで切るか。逃げれないのは分かってますからね。最後の1人、あー、クローのカバーが入りました。ラストはマンチキン、あと30秒、いけ、見えないでしょ。1人目排除、自分の置いたバリアオーブのせいで逃げれないんですよね、だけじ。ただ壁は間もなく解けます。ラッキー入れて、避けて、これなかった、でもどうぞカバーした、自らカバーした。なぜ生き残る、あ、残ってる。しかしラブ、ラブフォールトライも入ってくる。黒のカバー入った。おお、メスのメス以外を抜いた。2キル目、あ、見えた、取りました。タケジェローリングサンダーをヘブンに打っていきましたが、一度ジェットの逃げれた。レイタは逃げていきました。
さあ中にいたラズが2キル取って、これもローリングサンダー失敗。ネスは位置分かるので倒しに行きますね。逆にネスが2キル取り返した。ただ裏取りですよ。裏取りマンチキが耐えた。ただもう一人は読めない、もう一人は分からない。バースは今度は読めない。ただシーカーでここでバレた。飛び先が分かった。マンチキは後ろを警戒している。これ黒を守らなきゃいけない。さあバックサイドの黒はスモークの中に逃げました。あー A に逃げる。ただここでアルティメットバースはどうするか。ラクラバース引き合った。設置はできましたが、でワンワンの形でこれポイントスモークで確保。おお挟まった。いやこうなれば圧倒的にバッチ有利ですよ。しかもフォールトラインがあります。まずは一つ目のフォールトライン動けません。中に入ってくる。どうだバッチクラッシュプレイ。邪魔相手の足止めにはなりました。これで配置につけますね。おお外した。浮きました。ハケジェ落とした。リザレクション切りますよね。これね関門でありましたからね。タケジェがいるところ、タケジェ落としたの大きい。しかもレータタケジェが抜けました。ラストはラズバースクロー。裏を取っているラズが、あー正気だ。ラズ見えました。これでラショーカバースと、まずは黒のワンキル。アンチキンがバースを落としてから黒は、あいやー遅いだ。バッチが落とした。オープン設置発動位置で分かりますからね、今のバイパースピット。オペレーター飛ば、おお、ガーディアンで勝った。今犬が少し邪魔でした。そうですね、ドローンよりもちょっとなんかかぶっていますからね。リザレクションですね、補正をしていきます。しかも縦壁ですぐ壊せないようにします。寄りますよ。しかも B は裏側。さあフィスカー先に入ってくる。スネークバイトが飛んできた。フロムザシャドウズで飛んだ先はバックサイト。クロウはそこを狙っていくが、フラッシュが入ってくる。フラッシュを避けながらクロウはタケジェイと2キル取って、これで人数状況3対2。フィスカーはガーディアン、ガーディアンで削っていくが、クロウは耐えた。体力20。これでメインイールがバレましたね。さあこれはちょっと厳しかった。ローリングサンダー無理やりは打ちましたけど、レーターディビジョン昨日と同じディスパですか。キルはただラズも抜き返した、はい、ジェットがいないと分かっている中でどれだけヘブン側を警戒するかですね。パラノイアが入りました。しかしここにはなんとポイズンクラウド、ヘブンからの取り返しが始まります。いやこのポイズンクラウド強いですね。いやーショート効いてる。警戒できない。スクリーン側分かっている。倒しました。タケジェラズでしっかりキル取って2オン4。いや徹底してますね。消去法でもうバチの位置もバランス、ここしかないと。タケジェもこれ以上はピークしません。セットアップのゼータディビジョン、クラッシュ入れてしっかりクリアリング。中を取ったバッチが倒されます。強気にスクリーン取りに行きましたね。インセンディアリーがヘブにあるのでここは覗けません。ここはレータが待ち構える。1人目、2人目はスモークを張りながら取っていく。クラッシュが来たところ避けていくんですが、ミンティのカバーがありました。武器取れましたね。ラストはミンティマンチン2オン3です。出たマンチン2オン2、反撃ありません。カバーに入るか。ミンティ1オン1だ。ラストはバース、ここはバースを抑えました。この動きだとそのままB攻めになりそうではありますが、バースが情報取り、あーバースがおとりです。武器が弱いのでこれはもうおとり役というか、むしろバースをラークにした感じですね。ただ B はそこまでスピード感あるわけではありません。ここでスパイクドロップはバレました。 B でキャリアダウン。しかも上に落ちたのがちょっと嫌ですね。あ、銃先見えたぞ今。武器回収がないわ。かなり警戒してるネスのポジション。これ多分いるの分かったから狙いに行きますよ。通信行きますね。ただカバーに入ってくるか。このフィスカーをタケジェイが落としました。もう設置に行くしかないですね。あ、分かっていて走ってますね。残り6秒。おっとこれはワンワンだ。シーカ切った。フラッシュ入れたがシーカの飛び先、もうよく反応しました。マッチ走ってた。だからインセンディアリーも奪った。バッチが残る。バッチのジャッジだ。バッチジャッジ、バッチが抑えた。フィスカのシェリフ残り1名。パーフェクト、パーフェクトランド、パーフェクト。もちろんバッチのジャッジが1人で行きましたね。
しかも壁立てました。いやー、ここも待ってます。ここも聞いて、ジュニアエントリー、全員ではなく暴れましたね。ディフェンダーサイドまで入るべきかもしれません。抜かれた、抜かれた。バッチはここでローリングサンダーありますが、2on3。 いや、ただ間違いなく切ると思います。ローリングサンダーとフィスカーのエントリーはどうだ。豪華に耐えられる。おー、止めた。素晴らしい切り方です。これローリングサンダーでスタンになっていた状態の味方を救うようなオービタルストライクの切り方。あと30秒。設置はフェイク。まだ飛び出しケアしますね。ワンピックは取りに行けない。取りに行った。おお、よく勝った。黒フォールトライン当たってたんですけどね。2発で潰しにかかりました。バッシュを取り返し、バースは横向いている。正面の打ち合いはどうだ。ラズがバックサイド、手前に黒がいるの分かっているでしょう。バッチ勝負した。6発だ。ラズも6発。リロードしてる余裕はない。なんだこの2人。やばい、ラズだ。打ち勝った。あとはレータはこれエントリーさせるんですね。あ、いいタイミングでまたシーカー切りましたね。シーカーですね。これ B3 確定。鷹が見つけた。最低でも3人いるのが分かりました。これ壁越えますか、レータ。これミッドにシーカーが流れなかったのがちょっと。縦壁入れます。危ないかもしれないです。まだエントリーはできていません。さあレータ行ったぞ。ヘブンメインでは竹地のワンキル。ヘブンでの攻防はどうだ。ヘブンから下がっていく。静かにレータ忍んでいた。そしてバースのカバーも入った。これは1 on 5キープするしかありません。もちろんレータディビジョン当てた。おここはラブやらせません。これから、レータが今までは一番最初に来ていて、ジェットのスモークが全く B側にはなかったこと。そうですね、そこは警戒すべき点だったのかもしれません。さすがに下がりますねこれ。逆にバッチはホールトラインを打ちました。これで足止め。フラッシュ回数。おっと。おー、バース。アイドルエントリーバース。だ、ミンティが抑えれるかどうかですね。山田さんもにっこり。さあ裏に入った竹地。中にはミンティ。耐えられるか。ミンティ。まずはワンキル。気合のワンキル。このスモークが晴れるのを待ってるかもしれません。ミンティ立ち回りを変えます。あと30秒。お、これいい位置だ。その間にマッチ、まだあるぞ。ヘブンからミンティ押せた。これで設置。ただ状況は2 on 2ですから。スパイクバースがどうなるか。バックスクエ押さえた。チームを救った。ヘブンからのバース、バースが3キル。13。確かにそれはありますが、どうなんでしょうね。まさかラークで、いや際どいポジションにいる。タケジェのポジションはフィスカーが抜いていきました。一方アンチキンが倒されて、そのまま中に入っていくクレイジーラ君。レータの位置バレてます。レータの位置に対してどうアプローチするか。フィスカーが潰しにかかりました。フィスカーここまで乗ってくるとまた流れ変わりますよ。そうですね、しかもこれで比較的安全に設置できますから。アデがデルボーでの粘れれば、アデは粘り。そして裏取り、これ2人で行きました。マキバとクロー。ただこれで挟む形ができたのを見て即座にポジション変えてきましたね。変えましたね。 CR もこの辺りの対応お見事です。そしてバッチがラズを落とした。これで挟まれない形が取れました。巻き場クロー敵残り。ビコンホールドに。おお、巻き場なぜ4キル目取れた。おおお、カメラには映ってなかったが正面で潰しにかかりました、ね。今回は B スタック、前に出てきたレータ無理やり情報を取りに行きました。確かに武器差ですね。そうですね、ありましたから。11トレードであれば十分ですね。そうですね、11トレードであればむしろゼータの方が美味しい。ネスはそのまま武器を破棄しに行きます。不法投棄でしょうか。フィスカーが早めに入りましたが、1人で入りましたよ。いや、行きますかね。1人で行った。フィスカーらしい勝負の仕方。あ、離婚も入りますが、その離婚を打った黒は潰されます。この距離であればバンダルファントムの距離です。ラストは巻き場。フィスカーに、いや、ここアデに設置させました。え、なんとブリック来たぞ今。 DD から行きましたよ。ワイヤー切って、しかしラズが待っています。フラッシュ入れた、入っていく。スローブが、ただかなりのスネークバイト、さらにはトキシックスクリーンがありますので敵の位置は特定できません。
頭1個ネスが潰しに行きました。2オン2レータのオペレーター、ディフェンダーサイドから覗いていきます。見えない。ああギリギリ映んない。見えない。レータータイミングが悪い。見えた。そしてバッチのポジションも捉えた。最後は竹地、しかも綺麗にカメラもカメラを潰した。中は何も見えません。バッチのファーストキルからスタート。行くかフィスカ、ここは壁を立てます。しか飛ぶか、行かない。ダズは一人でゆっくり入っていくか。ジャンプピークします。サイドから竹地、ハンターズフューリーを打っていくのはバッチ。設置はできましたね。苦労は映りません。これネスが帰れませんね。ラズの射線バレていますから。そうですね。あと問題はフィスカの位置。あでは裏取りですかね。フィスカこの距離であればすぐに打ち込むことができるブレードソーブ。カバーに入ったラズ、その横を取っていきましたネス。そしてメインにはバッチ、さらにはあでは、ホールレータが抑えた。これで2対3。難しい状況。ラストはレータ、オペレートスネークバイトも飛んできそうな、そんな。これはどうだ、ワンキル取りに行くか。入っていくネス、ガーディアン頭を打ち抜いていました。そしてディフェンダーサイドに壁を立てて、フィスカーネスト2キル取って現在4対3。このバリアオーブはかなりダンスにとって厄介です。あ、タケジにとって厄介ですね。おー、レータバッチに勝ちました。しかしエルボーからマンチキンが詰めているので、この角度のオフアングルは難しいでしょう。難しいですね。足音聞こえました。しかも勝負しに行くタケジの側面、そして2キル目。しかもこのラウンド、シーカー打ったラウンドですよね。そうです。これ3キル目まで取りに行きますよ。安全に立ち回りますね。マンチキンの車線をしっかりオペレーターで展開を作っていきたいというところでしょうね。残り20秒でシーカーでしょうか。あー、なるほど。燃料が上がっていく。抜いた抜いた抜き場が抜いた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 抜きましたよ今。たくさん抜きました。そしてベータ完璧っていないので、まあ、あとはバリオーブ早めに展開する可能性もあります。おお抜きました。ネス抜き返した。トレイルブレーザーが飛んでくる。そして蘇生が入った。ウコンは映ったが映った、もう隠れてるのでこれ抜けませんね。3人映ったのでショック脱。しかもバリアオーブがあるのですごい位置にネスがいます。おお、バレてない。これバレて行かせるか。出る。これは大きい。さあここはさらに詰める。三対二。残り一名。マンチキンが抑え。マキは位置バレましたね。ラストマキはワンオンツ。アデは空爆チャンスを狙っています。空爆ポジション入ってますね。最後はマンチキン。さあ先ほどのフラッシュで。ワンストーブ、さすがです。レーターしかもマンチキン抜きましたよ。ここは壁を作って設置はできますね。はい、設置まで持っていきました。あとはアデの位置ですよね。この間バッチディフェンダーサイドを抜いていきました。空爆するアビリティはもう持ってません。バッチ怖いですよ。ベレーター、さあ来たぞバッチ。バッチ3人目、3人目、4人目よ。バッチは外さない。しかもエースチャンス。ラストはラズ横を取った。さあバッチが待ち構える。バッチ終わりか。はあ、すれ違った。いや、一方的にラークを潰した。ただメインからのエントリーもありますよ。レータ入っていく。シーカーが飛んでくる。ネスバレてる。ネスの高台。いや、いいスローブを置いていった。あと10秒。ラストはフィスカーのワンキル。ディフェンダーサイド、レジーラクマ、おフィスカ来ましたよ。縦にスクリーン張ってバッチ勝負。ゴーストでレイターを処理しました。しかもネスがぐるっと回って手前に張り付きました。バッチとネスで2人で構えます。そしてセンター割りラークのラズ、後ろからサクッとラズがどれだけ時間を稼げるか。ショックラス避けた。危険な位置にいながらもギリギリまでカメラ見ますね。マチキン、ここは巻き場が抑えた。苦しい中でも少人数戦はやはりゼータか。この打ち合いラズ
相手の球を避けながらシェリフを打ち込みます。ここは巻きだ。武器を持ち替えてる最中でした。あ、でもファーストラウンド少人数戦、ゼータが抑えるか。もう時間はない。横から巻き場、しかも一番むしろ狩りに行こうという動き、狩りに行きたい。レース、しかしレース抑えた。壁立てて、しかし逆サイドから竹ジェ、時間を稼げるエージェントではありません。ただフィジカルで解決した。とバラバラに打ち合ってしまった。バッチはフィジカルで解決できるのか。しかし中が取れました。うん、竹ジェの抑えましたね。カバーのマンチキン、ラストはクローです。うまい。ゆっくりとファントムを打ちました。セッチフェイク、おお、ブリンクしたとこ。あと30秒。さあクローワンチャンス。これ近くにいるかもしれないと考えるとなかなかセッチまでいけませんね。あ、ではディフェンダーサイド、クレイジーラクーンにこれは傾きました。難しいシーンでした。難しいですね。今のはこの判断だったのかチームの判断だったのかは分かりませんが、決して判断が悪いということはないでしょう。しかし竹ジェイですよ。さらっと、おバッチ決め。このラインは分かりません。そうですね、かなりのオフアングルにもなっていますから。そして思い切ったフィッターのポジション高いですね。この可能性っていうのをイーリコン、おー、リコン無視。これがラズ、これで挟む形を作りましたね。駆け引きがうまいです。ホールとメインでの挟み入っていく。シーカーは一旦ポジションを変えます。逆にシーカーを流して確実に勝とうとするクレイジーラクーン、マンチキン、マンチキン対ラズ、まあ、マンチキンは勝りました。いいプレー取りですね。リスターが引いてマンチキンの勝負、あると考えるとそこに入るのはリスクが高いですね。おっと打ち合い、フィスカー裏に対してのプレッシャーをかけます。そこで待っているのはフィスカー、フィスカー、プレーター、リコに移りました。それでもフィスカーは耐える。どこまで粘れるか。スネークバイトも飛んでくる。そこに対して巻き場のプレッシャー、ハンターズフューリーの開始、設置は阻止しました。移りましたよ。いい時間稼ぎですね。仮に設置できていてもすでにアデが大きく裏回っています。ここで設置完了。ただ索敵のアビリティをすでに吐いてしまっていますので、シアルは体で取り返す必要がありますね。離婚まではあと何秒でしょうか。こちらはクローの画面。おお、あれ、顔出したところを見ていました。後ろからでしたね、はい、これでバイパーズピットは消えました。3対1、残るのはクロー、いる位置バレています。ました。そしたらファーストマップ、セカンドマップはかなり大差と言えるラウンド数で落としました。そしてゼータのシーカーです。あ、登ってるの分かってるのか。ゼータオフアングル、しかしマンチキンが取りました。そしてマンチキンはシーカーを切りました。これによってまずは5対4の人数状況から中を制圧するか。ただね、熱は時間を稼ぐ。竹ジェイはエントリー、フラッシュ返された、何も見えない。しかも当たっています。マンチキンがワンキル取ってこのラウンド続ける。5対3です。トレイルブレイザーからネスが入っていく。抑える、ネスが抑える、ネスが抑える。このラウンドはマンチキン、ネス2人で抑えるか。ただラズも意地を張った。最後はバッチの完成度の高さが分かったファーストセカンドマップでしたけれども、この新マップブリーズになって追い込まれていくのは今度絶対曲スクリーン使っちゃってるんで、はい、多分抑えると思います。これレタ最初に倒された。深くいったネズはどこに、マリアオーブを置きました。かなり設置にかなり深めに持っていきました。しかも抜かれない位置で設置しましたよ。アデツが抑えた。残り1名、なんとパーフェクトラウンド。おお、でかい。クレイジーラクーン、かなり B 名にこだわりますが、ただドローンは消しましたよ。手前にルイターはバレた。マンチキン、シーカー上がった。あー、シーカー上がるの早すぎる。しかも3ラウンド目、武器回収、クレイジーラクーン。あ、バッチが動いた。ちょうどいいタイミングで武器ドロップ、離婚が入った。その間にラズがフィスカーを落として3対2、巻き場も耐えた。2対2、設置はどうだ。なんとか設置は成功しましたね。ずらした設置、
こうなるとラズノリコンがあと15秒、これ待ってられないですね。ダブルピークはしません。メス抜いた、ワン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 、メス打ち勝った。これが本物のクラッチキングか。個人そして注目なのはここレイタのオペレーターですね。早い、おお、バイパー落としたです。フラッシュは奥面、これは竹瀬、チャンスだ、誰も見えない、チャンスだ、竹瀬、わあ、しか見た、メスがタックドロップ、アタック側スポーンでキャリアダウン、手を奪う、リアを入れます、ハンダムフューリー飛んできた、ラズが一人抑えた、そしてクロは前を抑えて、後ろは竹瀬、ゼータディビジョン、いや逃げ先もバッチリ、コントロールがきっちり決まっています。あ、もう体力かなり持ってかれましたね。マンチキン、ワンスリー、男待ち、男待ち体力15ですよ。15でやる動きじゃないですね。ここでも上下、おっと危ない、ワンスあと10秒、レイター、オペレーターなので間に合わないですけど、レイターは倒されたくない、接地まで、接地はいけないですね、いけないのでキープです。来ちゃうよというようなクレイジーラク、セットアップです。シーカー飛ばして、リコン飛ばして、一方リコン返し、さあその間に先に阿部がハイパーズを打って、いや裏倒したぞ、タケジェイがエンプレスからのワンキル、有利と言えるのはどうでしょう、やはりクレイジーラクンですかね。そうですね、ただ囲まれてしまいますから、タケジェイ次第か、対面どちらか切り開かなければいけません。タケジェイチャンスはあるのか、ね、レータとタケジェで入っていく、表と裏、真後ろにいる、マンチキンに倒された、大きい、ラスト1人レータ、生きてる、オペレーターは落としたくない、あでも勝負いきそうですね、いくしかない、しかしマンチキン、そして奥設置、そしてディフェンダーサイドを警戒している2人、スクリーンがいいとこに貼ってありますからね。これ取り返しはどうしますかね、まあ、クロウを優先していくとは思いますが、まあ、クロウの武器を回していきたいというところはありますよね。ラブクロウから受け持ったこのバンダル、ま、手が入ってしますか、おお抜いた、見えてなくても位置は覚えてる、お人数状況逆転、いやでもだいぶ時間使ってますからね。マッキー1人倒されて、どうだ、時間はない、あ時間ないですね、これは飛ぶしかありません。かなり削ったゼータ、そうですね、とは言ってもマンチキンが珍しい外し方ですね。そしてリコもミスったぞ、互いでかなり珍しいミスがあります。ここはハンターズフューリーいいハンターズフューリーで人数確認できました。センターではアデ、裏を抑えた、ここの勝負で勝てていればというところ、シーカー間違いなく切るラウンドになりそうですね。そうですね、残り3人ですから、みんな回復して、回復してからシーカー飛ばしますよ。現在スネークバイトはあと2個、設置すればかなり時間稼ぎができます。一旦キッチン奥に1人、そして雪だるまに1人、センター流れに1人が分かりました。これで引いていく、マンチキンだけ恐れになった中で、このままと危ないぞ、抜いた、ラズ先場が抜いた、そう抜いた、3対4から3対1、残るはバッチ、スパイクドロップ、はーこれゼータよく動けましたね。あ3対5の人数状況でしたが逆転しましたよ。しかも裏取りの竹地がここで切るかですよね、リテイク、まあ、昨日シュガーゼロもありましたね。そうですね、センターで竹地、竹地は本当にしかもこれアデを落としたのが大きい、そうですね、強気に行きますし、あれが落ちたことによってとなると空爆もないし視界切れないですね、車線を、池フィスカーというラウンドですよそうですね、エリアを体で広く取るしかありませんから、見えました、ね、オフアングルで巻き場が待っています。壁を焚いて設置まで持っていきたいですが、ハンターズフューリーもあるので熱ステップ、おおそこマンチキン、よくかばった、助けたマンチキン、後ろではバッチ、なんとまくった、まだ終わりだ、蘇生をしてラズが起きました。
この間の設置は間に合うでしょうけども、レイタが深いところは入ってる。横からレイタ、正面からラズとクロー、裏にはレイタ、クロした。しかしクローのカバーが入りました、うん、しかしバッチ後ろのかけ J が機能していましたけれども、いつ A 詰めてくるかも怖いですが、レイタの勝負は引っかかった。これ逃げれないんじゃないか。14、しかし帰らない。もう一回勝負した。シーカが飛んでくる。これ2キル。さあ勝負の竹地。竹地ゆきだるま、いいポジション入りましたね。ポジション自体はゼータはかなりいいです。あ、踏まれましたね。でも竹地とラズに相当な負荷がかかっています。先場が見えた。ダブルピーク。阿部が返した。一方竹地。さあこれで返した。イエローからは返さない。しかしワンキル取って、取った。設置は間に合うか。設置は間に合うか。お互いだ。バイパーズピット対バイパーズピット。バイク設置。どっちの海か分かりにくい。毒素が分かんない。しかもバテるんだ。アデの家。いや、二人。初めてですか。やはりこの終始この体で情報を取りに行くという。まあ相場ですが、ラズらしいといったところでしょうか。オペレーター当てた。マンチキンよく当てました。スケができた。ここはラズが勝った。まだ進んでいる。いや、しかしここは倒された。倒した。毒の壁。いや、いい仕事しますね。マキバ、あ、でもクロウを倒しましたね。このまま A 展開。さあ行け。これネスがオーブに釣られてしまうと後ろ下がって、蘇生読みでもう牧場レータは詰めています。しかも裏にアデがいるの分かっているので、おっと後ろからレータサクッと一発バッ、後ろではまたアデ対牧場すれ違った。アデ対牧場、なぜ牧場がいる、なぜアデがいる。さあワンオンワンだ。これレータの位置が読めるかどうか。裏はないだろうというのは、お、見えた。スネークバイトはあります。この距離であればレーターの距離、後ろ取った。おお、 B 詰めますね。クレイジーラ君は現在7本目。出てきたところレーターとラズでクロスを組んでいきます、うん、そこを潰すようにまずはマンチキン、そしてヒールを施していきます。あー、シーカーを優先で集めていますね。最悪裏取りもできるこの壁、はい、ラズも壊していきます。出てきたところメースです。これでファーストラウンドはクレイジーラクーンに分があるでしょうか。人数をかけて A 側、リテイクはバッチがいますので、離婚は所持して一旦待つという形を取ります。いいですね。ちょっと面白いのが、巻き場がまだトキシックスプリン切ってないんですよね。どこでどのような角度で切るか。ああ、こう切りますか。スパイクを半分にするような切り方、うん、なんかピンポイントな切り方しましたね。このスクリーンを利用して手前で戦おうとしてるんでしょう。まあ少しこう広めのポイズンクラウドのようなイメージですね、はい、通った時にはダメージが入ります。あ、もちろん一定時間で回復しますけれども、リテイクが始まりました。バッチ落ち着いています。これ裏取りも来てますから。スネークバイト警戒、中に入っているのが分かりました。ましたね、ここはダブルピーク、マンチキンが最後は押す。見てください、 B、 B 型目3。なるほど、おお、当たってるし痛い。おお、危なかったですね。今の死んで くらえば多分キル取れてましたね、うん。折り返しが始まります。かなり引き目の配置。いやでもリテイク4取っておいたトキシックスクリーンが強いですよ。そしてシーカーです。シーカースクリーンフラッシュが飛んでいきます。タケジェイの弾が消費される。手前、これはタケジェイ裏取りだ。残った。1人でやれるか。ディスミスで逃げる判断。しかしカバーにフィスカー、マンチキンが境所入った。そしてフィスカーさらに奥入っていく。アップドラフトがある。いったフィスカー、これ解除止めた。解除成功した。解除成功。フィスカーのプレッシャー、そうですね、また下がる操作量と、うん、いやセンターではフィスカー、いやーフィスカー乗ってきましたよ。本当にキスさんの言う通り、この男乗せてはいけないんです。ブリーズから乗ってきたフィスカー、ゆっくりとレータが展開を変えるために入っていくところ、フィスカー、いやー乗ってきた。この男を乗らせてはいけません。
そしてマンチキン止まりません。クレイジーラ君攻める前にすでにこういう少人数戦になってる。これはもうブリーズでも見たような展開です。この距離もいくから倒す。本当にクレイジーだ。ラストはクロー、サイドを取った。パーフェクト。マンチキンとフィスカー2人で5キル。パーフェクト駆使して、おお1人で体でエリアを取っていく。見えました、バッチヒットストップが入りました。明けではこの手前の位置深く取ったゼータディビジョン。このラウンドは5対3、取り返しが始まります。うまいですね。後ろからフィスカー、ここからのリテイクはありえるのか。キッチンに入った。おお、キッチンの人数かなり多めですね。クダスは避けています。後ろからフィスカーが上がってくる。そしてキッチンにはマンチキン。さあマンチキッチンからフィスカー中に入ってくる。2人目当てた。3人目はさすがに難しい。熱のカバー、マンチキンのカバー、マンチキン間に合った。ラズ足音立ちましたね。これこの位置バレた。イエロー確定、イエロースローブを入れた。いいスローブだ。来た、これは間に合います。アイスランドを経験した2人の連携避けられないでしょう。おアデステップ避けた。おお全部回避した。しかもマンチキン蘇生が入った。入っていく、マッチバッチ入っていく。強気だマンチキン。さらに続ける。十分集まってる。これは設置できません。4対2マッチポイント、クレイジーラ君。しかもオペレーター2丁。あと30秒。ショックダス地音が聞こえない限り無理して飛び出す必要がありませんが、この勝負はラズ。リコンボルトは上がっています。使う余裕はないか。雪だるまにプレッシャーをかけるマヒマ。2-2リコンを餌にした。自然消滅から出てきたネス。佐藤だ、横ケアできてるか。は頭が見えた。これラズ無視して中を先に倒すかもしれない。あー、見えた。タイミングが。これ2人の位置をネスは完全に捉えて味方に報告しました。ラズはキッチン抜け。ここまで入ってるとはマンチキン思えなかったか。ラズズキッチン後ろから、お残り、まさかラズだ。これはキャップになるか。個人業だ、個人業。どっちが個人業だ。どうする、抜くのか、抜くのか、抜いた。個人業やったー。クラッチキング。あ、入った。すれ違った。あら後ろからサクッと。レータこれでバイパーズピットを解除させました。しかもなんなら奥にいないのも同時にクリアリングしましたからね。これ早めのリテイクきますかね。いやー、かけて崩した。いいポジション取ってる。頭一個バッチ、やめた。バッチ続けるだ。いやー、レータなんだこれ。一気にラウンドが終わりました。おー、これ流れ今のラウンド本当にそのバジの素晴らしい取り返しの続きでもありましたけども、レイタがすでにファーストキル狙っていく。レイタこれは映ってない。フィスカーが返した。フィスカーにオペレーターはダメだ。前に出たラズは倒されて、スネークバイトも飛んでくる。クローは帰れない。かなり強気に動いた。手前にいるクローのカバーだ。ハンターズフューリーを打ちました。これアデを早く倒して何とかしたいってところでしょうか。バッチのハンターズフューリー、なんとエッグラウンド取れるのか。クレイジーラ君、うわー、ラスト2人、タケジェが返した。ワンスで、あと30秒、削った。残り3番は今度はタケジェ対ネス。武器ではゆりゃ早い段階でエリア奥まで通ってたんですよ。はい、もう敵が寄ってきてはいない。これはもうマイバースピック。早速入って早いぞ。パワフルな守り、マンチキンのファーストキル。中にはたくさんいるぞ。マンチキン数キル目、熱はヘブンした。出てくる熱、アビリティは返しません。むしろ返せないので、とにかく体で潰していく。分断させて手前から倒していくといった、守られると。そうですね、敵に当たっていませんでしたからね。そしてその引き守りではなく、ある程度アビリティ使ったらもう一気に体を出していくというクレイジーラックでした。さあ見えた、ダブルピーク。ラスト残ったのはラズ、抜いてフィニッシュ。ファーストラウンドはクレイジーラック。さあどこにリアークル、これは刺さってない。ニーストレード、
カバーに入った。しかしディスミスで逃げた。竹勢完璧だ。力そして連携で強引にサイト内を開けていきました。4対2取り返しはネスミンティ。どうする。リーダーからのエントリー。ゼータが入っていく。そこにはナノスワーム。さあ、こういう形ができてます。ビコンを打つ暇はありません。フィジカルで勝負だ。メデューサフィジカルだ。ビコンが入った。ミンディと冷静にクロスを組む。抜ける抜く抜く。フィスカーが時間を稼いだ。メデューサはまだ残っている。中央ラークのレータは一旦エリアのコントロールに入りました。これは大きい。ラズが抜けます。これビン見えました。だ、しかも時間稼いでる。ラズを潰した。いや、ラズが潰した。レータがヘブンから 2-3 逆転。そして今回は今まで見せていた動きをこれフェイクにしてますよ。しかも早い攻め、 A フェイク、そして狙いは B。 どうだ、オーディンが待っている。メデューサー、これはいけません。この武器はいけません。さあ、これ攻めれなくなった。そしてキャット2守り。入っていくのはレータ。スモークは2つ。ネスが確認してフィスカーが勝負するポジションですかね。見えた。お手前分かってる。レータ近づいた。それ続けるな。このマッチのキーを握る。レータ3キル目で、また抑える。ただ窓フラッシュ。ミンティは待っている。手前にもいるぞ。マッチ1キル。フィスカー1キル。人数状況逆転。3対2。王者が欲しい。王者が欲しい。クローが抜けた。これはチャンスですね。1人目2人目ディスカーもる。タンクだタンクだ。逃げた逃げた逃げた。残り1名。メデューサがかばした。今度はクレイジーラ君だ。しかも相手も攻め先。しかもハンターズフューリー強引ではないというところが強引だ。これは強引だ。強引だ。こればっかりが強引だ。出てくる。タケジェイも強引だ。タケジェイも強引だ。タケジェイも強い。残りは1人。ミンティラズ。ミンティ今度は右を見るか。ジャック持ってるぞ。ネスミンティ後ろ取った。はめた。マジです。あ、ゼロポイント。フィスカー対応した。さあ、土下座を抜くろ。土下座だ土下座だ。いや、でもスパイクしか見えてねえぞ。抜いたー。ショックだぜ。抜き返した。ショックボルト起こすのか。これは起こすのか。土下座をしている。これは消滅。起こせない。1人だ。ジャッジを持っていたミンティは倒された。どうだ。セリフセリフ。メデューサー。ナイフが入りました。これナイフ2人入りましたかね。ただシーカーも切っていますから。これ全然入っていきますか。抜いた。パケジェイいった。2だ。おー、おめでた。さあ、中にいるミンティはどうだ。B ナカーどうだ。いや、ミンティはまだ生きています。壊せない。あー、壊せなかった。バレたバレた。ここをクローが抜いた。2対4です。おっと、フィスカー誘った。あそこも勝る。スパイクを設置。ラストはマンチキン。ここはラズが抑えて7対4。離婚離婚次第だ。離婚次第だ。見えた。これは映りました。さあ、入っていく入っていく。別のジャッジだ。しかし竹勢も入っていった。人数状況はゼータ。ロックダウンがあります。ロックダウンあるけど武器弱いですね。ただミンティはこのシェリフが得意。カウントダウン開始。カウントダウン開始。潰しに行く判断をするか。そろそろこれゼロポイント上がるんじゃないですか。ナイフ上がりそうです。フラッシュ入っていません。一人目か。フラッシュ止める。あ、メデューサショックダウンだ。うわー、なんで取り返した。メデューサシェリフだ。ゴースト三丁。いや、でも今日かなり当たってますからね。ファーストキルはラズ。ラズ来ました。しかも壁抜きにも利用できますから。ただミンティはワンキル取って、なんと後ろから竹勢。うわ、爪が速い。入ってくる。囲まれてる。巻間も来る。後ろから竹勢だ竹勢だ。いや、マッチ返した。もう一人いるのはマッチ。打ち勝った。体力はあるかもしれません。もちろん次置くためにはかなりの時間を要しますので、これはタレットはこの2段さすがマンチキン。フラッシュは上がるのかマンチキン。ミンチの位置はバレた。フラッシュ入れた。当たってる。素晴らしいフラッシュ。残ってるのに。ヨートもしかしね、この動きで A1 で守れる形が作れました。この距離ではバンダル。
さすがに武器の差があります。うまい、これは強い。綺麗なタップ。あ、ひずい、これはケアしてるように見えますが、危ない。時間を食べたが落としてしまった。少し緊張があったか。あと30秒。さあ裏にはレータ、最後はレータです。私が一番だった。これでファーストブラッドはクレイジア君。一方ゼータ竹樹が入ってくるところを捉えました。マンチキンがいないのは大きいでしょう。竹樹2キル目。これで視界取りのメデューサもいない。3対4という苦しい状況になりました。クレイジーラ君、これネスが要になりそうですね。シアル、あ、ネス対竹樹、また見に行く。竹樹3キル目、よく見ましたね。3回目ですよこれ。見に、これで一気に取り返しがスタートしてくる。何も見えてない。フラッシュから残りはフィスカー。3キル目、3キル目、降りてくる。ダブルピーカーどうだ、どうでした。投げもっと、ブリックミスだ、ブリックミスだ。お、すぐに上がっていきます。キャットにスモーク、お、メデューサがキャットから抜きました。手前のレータはジャッジ、ジャッジ、ジャッジ。さあ残り1人、十分削りました。残るはネス。どうだ、ジャッジ奪ったんだったらチャンスあるぞこれ。どこで守る、ヘブン社か。ジャッジならヘブン社でしょう。まあ、スモークを早めに手前に焚いて、このスモークを利用してインファイトしたいでしょうね。中に入りますかね。ジャッジを警戒するとなるとかなり距離は取ります。中に入っていく。おお、1人目深い、惜しい。さっき気づいたわ、ね、白敵で撃ったに当たった。2人当たってるはず。いやー、打ちましたよ今。惜しいか、マンチキンが落ちた。ラウンドになります。ガーレイッタのこのボール。上からメデューサ。逃げた方がいいかもね。そしてロックダウンです。そしてロックダウンから離れたヘブンの右サイドはナノスワームを発動。わー、来た、壊した。いや、ロックダウン破壊しましたね。壁抜きで破壊しましたね。抜きましたね今。そして上からマキマ撃ってくる。マキマ見えない、見えない。後ろ取った、後ろ取った。2人目はメデューサだ。さあ2 on 2 2 on 2もう寄れています。フラグメント、ラズの位置は分からない。足を引いた、わっ、ないんです。ゼータダブルピーク11対7。そしてこれクレイジーラ君はおそらくファーストキルはレータ。この守り方がこのゼータの鉄板。駆け引きはあります。ピスカーは中へ。それを見ているラズとレータ、いい車線の管理ができているのはゼータディビジョン。ついにゼータディビジョン、大手をかけました。中に入ってくろ、ブルポイントだ。アビリティ使えない。裏からレータが襲ってくる。いや、メデューサ調子上がってるぞ。いや、よく止めました。裏に竹で見えています。いや、メデューサどうだ、ラズは、ラズはどうだ、ラズはどうだ。メデューサ3キル。ここから B ローテーション、マンチキンが抑えた。待っている、待った、待った。そしてラストはマキバ。いやー、メデューサよく抑えましたね。ポジショニングだけで後方も取れているし、戦いやすい位置にはいたはずなんですけども、メデューサが全部さばきました。実質 B は1 on 4。あと30秒。ラズがバレた、シーカーで見えない、ね、その間にマキバがデスを倒した。どうだ、時間を稼げるか。そこに対してはナノスワーム見えた。取って取れない、耐える、耐える。しかしミンティが入っていった。さすがの2レイタ、これオペレーターですからね。バイクを設置。2 on 3、取り返しなるか。体力は十分。今度はメデューサがオーディンを持ちます。どうだ、いやー、巻き場リロードタイミング。レイタ狙った、レイタ狙った、レイタ戻ってきた、レイタ帰ってきた。おお、圧巻か。戻ってきた、帰ってきた、王者奪還。そして初の世界大会出場、ゼータディビジョンだ。そしてこのラウンドだけを考えるとヌールポイント使わせました。そうですね、こっち側側、クレイジーラ君側なんだろう。